今夜の授業テーマは、ナンバーアンダーライン愛相談室。今回は、生徒たちからの相談内容をハッシュタグナンバーアンダーライン愛先生がお届けしてくれます。ナンバーアンダーライン愛先生がスクールオブロックに登場しました。今夜のスクールオブロックでは、ゲスト講師として、平野翔先生、神宮寺ゆ太た先生、岸優太先生の3人が初来校します。授業テーマは、 ナンバーアンダーライン愛相談室。今回は収録で受けた生徒からの相談内容を届けてくれます。さらに、今夜の放送ではナンバーアンダーライン愛先生からの嬉しいお知らせもあります。授業が待ちきれない生徒たちは、その気持ちを掲示板に書き込んでいます。放送中の感想も生放送教室の校長教頭ができる限り、紹介していくそうです。 生徒たちの興奮が伝わってくるコメントが次々と投稿されています。みんなが授業を楽しみにしている様子が伺えますね。一方で、授業が待ち遠しい気持ちとは裏腹に、数学や物理などの授業に対する不安や苦手意識を抱える生徒も少なくありません。授業で理解できない部分があると、自信をなくしてしまうことも珍しくありません。そこで、 考えられる解決策の一つとして、生徒たちが授業で学んだ内容をアウトプットする機会を増やすことが挙げられます。例えば、授業後に行う復習ノート作成や、同級生との勉強会などが有効です。また、授業内容を実生活に関連づけて理解を深めることも重要です。数学の問題を身近な状況に置き換えて考えることで、 抽象的な概念が具体的なイメージとして脳に定着しやすくなります。みんなが楽しみにしている授業、どんな内容が待っているのでしょうか今夜のスクールオブロックは、生徒たちの期待に応える素敵な授業になること間違いありませんね。彼らが授業後にどんな感想を持つのか、今から楽しみです。さらに、今夜のスクールオブロックでは、 ナンバーアンダーラインアイ先生からの嬉しいお知らせもあるそうですよ。授業が待ち遠しい生徒たちは掲示板に書き込んでみてくださいね。また、放送中の感想も校長教頭ができるだけ紹介してくれるそうです。生徒たちも準備万端ですね。写真を見ているとみんな本当に楽しみにしている様子が伝わってきます。スクールオブロックは みんなが待ち望んでいた投稿日ですね。みんなのコメントを見ていると、放送が始まるのが待ち遠しい気持ちが伝わってきます。ナンバーアンダーライン愛先生の授業を楽しみにしている生徒たちのコメントが、とても可愛いですね。さあ、放送が始まる前に、みんなで準備を整えましょう。授業が始まる前に、どんなことが待っているのか、みんなでワクワクしながら待ちましょう。 さて、皆さんは今回の授業でどんな相談がされるのか予想していますかそれともナンバーアンダーライン愛先生からの嬉しいお知らせに興味がある方もいるかもしれませんね。放送を楽しみにしている皆さん、授業がスタートする前に、みんなでワイワイ盛り上がりましょう。放送中には、皆さんのコメントも校長教頭が紹介してくれるそうです。 自分のコメントが放送されるかどうか、楽しみにしている生徒たちも多いことでしょう。今夜のハッシュタグスクールオブロックでは、ゲスト講師としてハッシュタグナンバーアンダーラインアイ先生が初投稿。そして、驚くべきことに、ハッシュタグ平野翔先生、ハッシュタグ神宮寺ージ先生、ハッシュタグガンユー先生の3人も初来校します。この驚きの組み合わせ、 授業は盛り上がること間違いなしですね。今夜の授業テーマは、ナンバーアンダーライン愛相談室。今回は、生徒たちからの相談内容をハッシュタグナンバーアンダーライン愛先生がお届けしてくれます。すでに募集は締め切られていますが、収録で受けた生徒たちのリアルな相談内容に、皆さんもきっと共感することでしょう。さらに、今夜のスクールオブロックでは、 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ先生からの嬉しいお知らせもあるそうです。一体何が待っているのでしょうか気になる内容をぜひ放送中にチェックしてみてくださいね。授業が待ちきれない生徒たちは掲示板にその気持ちを書き込んでみてくださいね。また、放送中の感想も生放送教室の校長教頭ができる限り紹介していくとのことです。 どんな感想が寄せられるのか楽しみですね。今夜の放送を待ちきれない皆さん、番組への期待や感想をぜひコメントしてみてください。あなたの声が番組をより充実させること間違いありません。楽しい時間を共に過ごしましょう。さあ、授業が始まる前に今の気持ちをシェアしてみませんかどんなことに期待していますか あなたのコメントをお待ちしています。さらに、生徒たちが授業に対してポジティブな気持ちを持ち続けるためには、学習環境の改善も必要です。教室の雰囲気や授業の進め方、教材の選定などに工夫を凝らすことで、生徒たちが学びやすい環境を整えることができます。最後に、生徒たちが授業に対して前向きな姿勢を持ち続けるためには、 教師のサポートが欠かせません。生徒一人一人の学習状況や個性に合わせてアプローチし、適切な指導を行うことが大切です。さあ、みんなで一緒にナンバーアンダーライン愛先生の授業を楽しみましょう。楽しい時間が待っていますよ。